あの骨盤を押すような感じですね。そうすると、こうされるんで、こういって、はい、で、掛け蹴りみたいな感じで、はい、この相手の腰よりも向こう側を蹴ったり倒しますね、ゆっくり。こう感じです。おお、こっちが来んだ。そう。はあ。そうするとお尻が後ろに行くんですけど、はい、この足が引っかかってるんで、こう飛び込む。こうすると膝絶対大丈夫ですね。体重かかってないんで。それをみんなこう飛び込んでくるんで。なるほど。めちゃくちゃ危ないんですよ。で、ここからこう。で、おお。やばい。いいじゃないですか。私も倒されたい。倒されたい。倒れるしかないよ。ね。カパラの場合、こうって、ジンガってこういう状態じゃないですか。はい、だから、もしアンジェラさん、こうだとしても、はい、いけるわけですよ。あんまり縦がないと、今の技はちょっと難しいんですけど、この蹴りありますね。この蹴り、さっき僕見せたんですけど、はい、これだと思わせる。そうすると、怖いから向こう向きますよね。こっちからもし蹴りが来るとしたら。あ、こう、そうそうそう。はいはい、それをこっちに行って、こうする。で、そしたら、このまま、もし相手が抵抗したら、はい、押せばいいんで、こうやってね。ついた瞬間に、まあ、膝を押して押さなくてもこっちに膝で押さえながらズガーン。だってここも入ってたもんね。ここはもう思いっきり押せばうえってなる。こうなってての、来てで、おしみさんのお尻を蹴るような感じで左足踏み込む、めっちゃ踏み込んで、ここ、はい、で、そう、下からくーっと右でつけましょう。ガードした通りは右で、そうで、右足の蹴りからくるってこっちに、まあ、この足を引っかけたら、そう。足が引っかけ、で、はい、ここから大事で、足届いて、腰をめちゃめちゃ上げて、腰をそうそうそう。で、帯あたり、帯のちょっと下あたりを、ここそう、で、そのまま倒れてください。膝曲げて、はい、そう。おい、おい、そう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 。この足抜いて、向こうに。ここか。回ってます。抵抗するな。そう、で、左軽く押しながら、ドカン。ドカン、ドカン。で次、そうですね、もう一回陣出してください。こう来たら、左足をここに置く。こうの、めっちゃ近く、そう。こうの、そう。こうだ。で、引っ掛けます。引っ掛けます。小指をつけるような。小指つける。そう。で、これ、右手で支えてます。右手で、こっちか。そう。で、ここで、ぐーっと持ち上げます。そう。ここで、そう。で、はい、落としてください。で、そのまま、バタン。で、この勢いで自分がぐるっといって、あーなるほど。こっちがこうジンガで入っといて、こう来た。そう。こう来て。で、この時に左ジャック右つけます。そう。それで、こっちか。そう。で、お尻高く上げてください。そう。一度。そうです。そのまま、こっちに行っちゃう。あ、それでもいいね。やっちゃう。やっちゃう。私が教わった足技があって、はい、こう。こっちに入るんですよね。ああ、はい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 。こういう。はい。はい、っていうのと逆だから。あ、そうですね。似たようなものもあるんですけど、はい、多分大技っぽい感じなんで。はい、面白いこれ。面白いですか。ね。面白い。こう入っといて、こっちを。ね。こうなって。何の動きするこれ。はい。そっから。はい、そう。何すんだ。はい、そう。はい、こっちだ。で、右手で相手の膝を押してください。右手で相手の膝を押して、そのまま回って。これさ、レッスン2をやっていただこうよ。ね、やりたい。それまでに私たちはこのジンガと、そうですね。の今の技、動きに入れないみたいな。そう、あの足払いとね。そうですよね。まあ、慣れがあるんで、多分。必ずしもスキルだけじゃなくて、多分慣れって絶対大事。例えばですけど、手の攻撃があったとして、うん、はい、それにをブロックしつつ、はい、カポエラに入るっていうのはありますかね。まあ、あの正直このストレート系の手に結構弱いんですよね、うん、カポエラって。でも、うん、仮にこうバーってなって崩れたとしても、カポエラの場合ここからこう落ちちゃえばいいんで、落ちて例えばあの倒れたふりしてこう引っ掛けて、こう倒していったりとか、それこそ倒れたふりしてさっきの蹴り上がりとかでいくので、まあ、あんまり払ったりする技術を練習することは、その突きパンチを払うっていう技術はやんないんですけど、カポエラ的に言えば多分こう後ろに避けながら
まあ、それこそバックスピンって言ってる。おお、こっち来た。はい、そうだし、今こう来ると思いました。はい、こう来て、こう来て、体が一番怖いから、こっち、こっちでもいいですよね。うん、下がって距離を保たないとカポエラの蹴ってダイナミックなんでできないんで、常にこういってカウンター、カウンターなんですよカポエラ、カウンターなんですよカポエラ。こういう使い方がいいのアンチに関して一回ね、言っといてね。そうです、そうです。あとはもう自分からもや倒れるふりして行っちゃうと、またそれもカポエラらしいです。騙すというか、こうやられたふりして下から反撃しちゃう。今すごい面白いアクションできそうな感じです。あ、本当ですか。 今私ここに手がアクションの手がすごいいっぱいできた。おー、すごいいっぱいできた。嬉しい。いやー、すごい面白い。でもそれをやれないとダメなの。化学反応ですよね。おー、じゃあ私たちはね、引き続きこう練習して、またこの第2弾的な感じで、もう私的にあと3時間ぐらいやりたいんだけど、いや、これから乗ってきたみたいなね。今回のね、はい、基本をまずは、はい、基本とか僕言っときながら、倒し技なんか、カポエラ始めた方、いきなり教えないんで、すいません。いやいや、いいですよ。めちゃくちゃ動けるから。いや、すぐ戦いたくなる。僕もです。僕が動画を配信した時にアクションの、はいはい、なんかこう、こうやって、こう蹴ってるのが、もうすでにあったんで。アクションの時は下から来ないんですよ。はい、こっから来て、はい、後輩で、ね、ああ、横に、はい、縦もちょっと一瞬。あ、これはあれですね、あの、かかと落とし。ああ、なるほど、ね。はい、あとは、なんか相手がパンチ来た時とかに、こういう。はい、おお、かっこいい。ああ、なるほどね。はいはい、あ、体の使い方が近いんで、はい、体幹の距離を2つぐらいやってみましょう。はい、はい、はい。立ったまま、自分の体を、こういう軸として回る。はい、アルマーダっていう。じゃあ、人格でいきましょうか。さっき習った人格ですね。顔は常に守っていただいて、いや、このね、腕がね、めちゃくちゃいいですよ。そうです。じゃあストップしましょう。はい、じゃあ入り方は一番基本からいきますね。やっぱり最初の1本目って、これが人格なのか蹴りの1本なのか分からせないようにしてください、うん、イメージとしては、うん、ですね。なので横に一歩、次はちょっと斜め前というか歩幅狭くて、こう前に入る感じ、背中と後ろ向けたら、このまま腕、ブーンと振って、足の裏滑っていいんで、足の位置は変わらないです。うん、滑っていい。そうそうそう、そうするとバッテンできますね。で、この実際この回転を利用して、足をブーン。せーの。で、見えたら、おーおーまたいきます。陣出して、ストップ。いきます。はい。1。2で前に入って、そのまま回転とともに正面来たら蹴ります。すごいな、ジーンが。あと何かやりましょう。いきますよ、せーの、うん、ドイス。あっ、手が使えない。まあ、手でバランス保つような感じでいきましょう。じゃあいきます、最後、せーの、1、2。どうでしょう、このね、足ずらすのも難しい。そうですね、はい、この滑りがちょっと難しい。全然滑ってないかもしれない。なんかこう来ました、こう来ました、こう来ました、はい、こう来た、はい、こう来て、なんか あんまり滑ってない。いや、大丈夫だと思いますけどね。あ、本当ですか。はい、多分足の位置が、はい、2歩目の足の位置が、はい、こうやって後ろに行っちゃうと、滑った時にバッテンが緩くないんですよ。緩いバッテンだと強く蹴れなくて、足を振らなきゃいけなくなっちゃうんですよ。うん、あ、要するに足の力で蹴らなきゃいけなくなっちゃうんですけど、これをちょっと前に入って、で、まあ、バッテンすると内もも同士がギュッて締まる。そうそうそう。そうすると腰の回転で足が向こうに行きたがるんで、そのままブンって回せば足の力がいらない。あー、そう、うまっ。めちゃめちゃうまいです。そうですね、お話を狭くて、得意かも。回って、上だけ、そうです。得意かも。足の位置が結構大事、最初の位置は。上手くなったら、まあ、ある程度崩れてもね、ちょっと蹴れるんですけど、最初は一応、このどこに踏み込むか。はいはいはい、そうです。ここから、そうですね。すごいな。すごいすごい。回転がなんかね、
軸が2人ともめちゃくちゃ綺麗に取れてるんで、おーすごい、今でもそう腰の力でっていうのがすごい、いいね、分かりやすかったです。キュッと締まる感じ、うん、これ緩いと足で振らなきゃ、うんうんうん、後ろに行かなければとりあえずこっちに入る、あーもう、うん、もう完璧でございます。そうですそうです。さっきの、あのカニバサミに入るときに、はい、あのステップと一緒です。なんでこれがね、この蹴りなのか、それともあのカニバサミが来るのか分かんない、はい、怖いじゃないですか、はいですね、はい、じゃあ一回ジンガです。トップ、さっきと同じように一歩、同じです。これまだジンガなのか蹴りなのか相手は分かってないでしょ、はい、で同じように歩幅はもっと広く、相手にお尻とかかとを向けます、カメラに。そう。で、ぐっと、お尻をドーン。そう。ですね。まあ、両手にしましょう、今日は。そのまま、両手つけて、残った足が、上に上がりたがってます、かかとが。はい。一応、相手を見ながら、カメラの上を、ぐっと、通り過ぎるように、蹴っていってください。素晴らしい。お尻が大事です、お尻。そう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 。で、おー、すごくないですか？綺麗めちゃくちゃ綺麗ですよ。本当にすごい。すごいです。こんな一発目でこんな綺麗で蹴れる人僕初めて見ました。褒め上手。いやいやいや。反対からいきましょうか。ますね。今両手です。1、2で相手にここです。これ。はい。で蹴って。また片手でもいいです。踏み込んだ足と同じ手をつけて、もう一個の手は顔を守って、僕は片手の方から。スピードが上がるし、高くても、はい、そう、左手つけたら、蹴れる、ナイス。手つくの忘れちゃうんだよね。手なしのバージョンもあるので、それはそれでアレンジで。面白い、これ本当だね。で、お尻をこうやってグーってやるのね。うん、これ、あのあれだね、天身の回転と一緒だね。共通点があるんですね。ありますね。あの体で回ると遅いじゃないですか。はい、あのこのままこっちに入ると、はい、こっちにアタックできるので、一緒に、もう、でもなんか回転するポイントが多分各武道とか格闘技のように違ったりすると思うんですけど、カパラは結構この股関節、前というか突き抜けたお尻ですけど、ここでこう、ここでこの、ここの動きがすごい大事ですね。高さ、お尻の高さとか、その辺がすごい大事なんで、ものすごいお尻ばっかり言ってますよ、僕。落としながらみたいな感じ。大丈夫、はい、大丈夫よ、お尻上げさえすれば。そう、ね、なんとかなりますよ、形になりますって、ね、ポイントです。あ、それはお尻です、皆さん、お尻です。はい、私も今日からみんなあのアクションクラスのみんなお尻あの清水先生の準備です。わかりやすい、わかりやすい、うん、弟子たちにもぜひ、あ、もうぜひ体験させていただきたい。あ、本当ですか、ぜひぜひ。なんかこの撮影終わったら細かい相談も。ああ、でも本当そうですよね。本当に。本当になんかそのカポエラもそうですし、アクションもそうですし、はあ、広がりを、出会いに広がれれば、はあ、そういう、嬉しいです、ここは。すごい。なんか動画を見てると、すごく勝手なイメージで、うん、カポエラの人たちって足、すごい技多いから、足蹴るの大変だろうなと思ってたんですよ。はいはいはい、足の力が、はいはいはい。だから、ちゃんと理にかなっている。これは、大人になってもやれるけど、はい、もちろ なんか力使わないから、そうですね、いくつになっても始めれそうだし、だと思います、ね、でこれ子供がやったら大人になったら末恐ろしい。あ、そうですね。確かに僕の子供のクラスもそのずっとカポエラを、まあ、ずっと生涯続けてほしいっていう気持ちよりか、うん、まあ、子供の頃に、うん、こう人がやってない動きで、うん、なんかこうちょっと自信をつけて、カポエラの動きってやっぱりすごい体の身体操作が必要なので、うん、それをしっかりやって、まあ、中高とか大人になってからまた違うことやってもいいと思うんで、うん、その時に、あ、実はこれカポエラやってたから俺動き覚えるの早いんじゃないとか、うん、気づいてくれればいいかなっていうぐらいの感じです。すごい積極さい話になりますけど、身体操作ができないと心の操作ってできないと思うんですよ。もう本当にそうですね、本当にそうです。だからちょっとね、はい、心の操作も含めて今コロナだし、うん、なんか心は弱っちゃうから、はい、ぜひカポエラでまずこれこれからしてなんかね、あれです、楽しいし、体のこのなんていうか、こうなんか本当テンション上がる。ああ、そうですか。ぜひ皆さん、清水先生の
レッスン受けていただいたら。ありがとうございます。楽しいと思います。今度はでもあの僕パーカッションも作るんで、あでビートをパラドックスして、はい、ビート感じながらカポエラをするっていうのもまた多分また違ってくると思います。あのもっと動けると思います。理屈じゃなく動ける感じが出るかなと。鼓動がね。あ、そうだと思います。なんか動きたくなっちゃう。そうなりますね。ぜひ楽しみにしてください。ぜひ、はい、あいやもうすごい先生、最後にあの、はい、私もうあの地に張ってやる先生 の動きに惚れちゃったので、はいはいはい、もう一回やっていただきたい。あ、わかりました。はい、じゃあいきますね。床こうやってやるのやってないね。やってない。次教えてもらう。そうそうか、そうでしたね。床移動ね。いきなり倒しはやっちゃいましたからね。どうしても格闘系になっちゃう。1日でも2日でもやってたい。これはちょっと面白いですね。本当ですか。本当に。めちゃめちゃ嬉しいです。何よりそのすぐできちゃったんで。全然ちょっとびっくりしてます、本当に。いや、先生褒め上手。教えて楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。あの皆さん、あのもう今決定しました、このカポエラ教室シリーズ化いたします。おー、ありがとうございます。皆さん、私たちもどれだけ上手くなるか ね楽しみですね。楽しみにしててください、はい、皆さん、あの清水先生のところのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。概要欄に詳細載ってますので、はい、面白かったと思ったら高評価よろしくね。みんなで広めよう、カポエラのわー、イエーイ、ありがとうございます。